はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日の動画はですね、こちら僕が以前あげた、セラミックフィルターロカっていうね、僕のコーヒードリッパーというかフィルターの動画の、後編でございます。ちょっとね、気づいた点とかあって、まああれからね、レビュー動画あげてから1ヶ月くらい使ったんだけど、しばらく使って見えてきたところというか、あと良くないところというか、いくつかあったんで、ちょっと語っていこうかなと思います。で、ただ、本当はねサブチャンネルにするつもりだったんですよ、いつも通り。だけど今回の、気づいた点に関してはかなりドリッパーの、核心に迫るというか、かなり使う上で大事なことだったんで、ちょっとメインでいいかなと思って、これからね僕、食後のコーヒーいつも通り入れるんですけれども、はい、これでね入れていきたいと思います。じゃあ使いながら喋ってきますかね。はい、じゃあとりあえず豆測ってあるんで、はい、引きます。今日はちょっとサブチャンネルっぽくね、ゆるーくこんなアングルのままねやっていこうと思います。引き加減が、そうだ、まず引き加減ですね。ここがねかなり大事だった。てか一番最初に一番核心の部分来ちゃったな。ですね、これこのセラミックフィルターのろ過、引き加減で全然落ち方が変わりました。動画の中で、前回の動画の中で、このろ過落ちるのかなり遅かったじゃないですか。でそこに僕結構言及して、ちょっとまずいですねみたいな話をしたんですけれども、あのあとね自分でプライベートで使って、引き加減とかいろいろ調整してみたら、引き加減を粗くしてみたらすごいスッと落ちるようになったんですよ。これから実際やっていきますけどもね、やっぱこのちっちゃい細かい穴が開いてるこのフィルターに、やっぱ多分細かいのが入っちゃうんだろうね、詰まっちゃうんだろうね。普通のペーパードリッパーよりも火加減による落ちる速度の差が顕著な気がしました。だから火加減としてはいつも通りの 1,2,3,4,5 とか6からさらに1段階か2段階粗くしたくらいがいいかなと思います。もちろんこれはいろんな状況にもよるとは思うんだけれども、最初からね、細かくしすぎると結構詰まると思う。だからもう最初の1回も、いつものやつより1段階粗めにして、気持ち粗めにして試してみるのがいいかなって、失敗しないかなって思いました。いいよ。よし、じゃあもう軽く湯通しをして温めて、決してやらなきゃいけないってわけじゃないと思う。でも殺菌になるとは思うけどね。一応僕は毎回湯通ししています。さあ、そしたら粉を入れて、はい、気持ちね粗めに引いております。はい、もうこの時点だいぶ違いますよね。前回はこうポツ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 だったのが、こうたらーっとちゃんと流れていってる。粗くしたことによって、落ちる速さが劇的に速くなってますね。これさらに粗くしたらね、もっとなるんだと思うんですけど、だもう剥いてる豆としては何なのかな。深入りをこう柔らかく入れたりだとかね。浅入りもそうなんだけど、基本粗挽きでどう出すかっていうのを前提に考えた方がいいのかな。でもただ若干ね、そうか、今日来てしまったか。今来たか。このドリッパーね、ほんとしばらく使ってたんですけど、たまーにですね、今治ったけど、注ぎ方によっては、もしくは何らかの条件によっては、今みたいにちょっと暴れちゃう時がある。注ぐポイントを探すのが、ちょっと
重要になってくるかな。うん、OK、一瞬おかしかったけど、あ、戻りましたね。よし、OK、はい、チュース完了。はい、それでは飲んでいきましょう。よいしょ。うん、いい香り。いただきます。ああうん、あー、やっぱりね、すごくね、まろやかなんですよね、このセラミックフィルターで入れたコーヒーね。やっぱいろんなままで試したんだけど、全体的にすごく、なんだろう、独特なね、まろやかさに、なるんだよね。なんかすごく不思議でさ、練るともまた違う、あのフレンチプレスとかサイフォンとか、あとはマックマンのカフェメダルとかと、ほんとまた全く違う、うん、すごい独特なね、まろやかさがあるんですよ。適加減的にどうなのかな。やっぱりまあ粗めがいいとは思うんだよね。細かめにしても、あの前回やった通り、まあ、多少こうやっぱりまろやかにはなったから、それカバーされる感もあるし、まあ抽出量とかね、あと差し湯も考えたりとか、まあいろんな方法とかいうか、まあ、アレンジ方法あると思うんだけれども、まあでもやっぱ一番ベストなやつは粗めに引いて、その粗さゆえにこう出てきづらいコーヒーの成分をいかにこう出してあげるかってことを考える、あの温度ですとか抽出温度、抽出速度、まあいろいろ本当は全部トータルで考えてコーディネートしていくのがまあいいんじゃないかな。いかんせん、ね、詰まるからね。詰まってしまったら詰まり加減っていうかの、いうのを調整できないからさ、おすすめできるのは、そもそも豆を粗めに引いて、抽出するのが好きな人だったり、あとは柔らかめが好きな人、このセラミックフィルターの独特なもらやかさを、まあ、実感してみたいって人はぜひね、あのやってみてほしいと思います。で、ただもう一点だけちょっと言わせてください。これですね、使っててすごくめんどくせえなーって思う点が一個あって、それがね、片付けなんだよね。これフィルターね、すんごいね、あのザラザラしてるんですよ。ほんとびっくりするぐらい、ちょっと強くね、顔とかにザリッと当てたら怪我するんじゃないかってくらい、あのザラザラしてるんで、これをね、あ、まあ、例えばこういうスポンジとかで洗おうとすると無理なんよ。ボロボロになる。一回やろうかなってやって、ザリッと全部繊維持ってかれかけて、これはまずいと思ってやめました。まあ、あのスポンジを傷つける以外にも、粉が食い込んじゃうんだよね、ドリッパーに。あのくっついちゃって、指でねこうザリザリやってもなかなか取れないんですよ。で、あと、まあ、あんまり押し付けすぎてもまた詰まらせちゃいそうな気もするし、だこれの洗い方は、あのゴミ箱にポンポンって、あの大体のね粉を出したり、あの、まあ、網とかであのこうしたりとかして、まあ、大体の粉を落としたら、あ、まあ流しでじゃじゃ流しながら、まあ、お湯もかけたりとか、まあ、お湯かけた方が取れやすいかな。今のところとりあえず、あの説明書に書いてあったお手入れの方法、焼くってのはまだしてないです。とりあえず沸かすだけしていて、1週間に1度くらいのペースかな。鍋に、まあ、お湯沸かして、そこにこうぶち込んで、これを回す、まあ、5分10分くらいですね、やってるんですけど、まあ、これで全然あの取れてる気もするし、まあまだね、ちょっとこのドリッパーつかみきれてない、自分の中でこうどう紹介していくかだけど、まあ、気づく点はいっぱいあったから、とりあえず今回動画にしてみました。まあ、やっぱりこういうのってね、実際使ってみないと分かんないところいっぱいあるし、ただとはいえ、まあ安いもんでもないから、まあこうやってね、前情報、まあなるべく、あの皆さんにお届けしたいなと思って、はい、この動画作りました。もし参考になったら嬉しいです。で、あの、もしね、あの質問とかありましたら、今後また生放送とかでも、あの使っていくと思うんで、もしよかったら聞いてください。はい。というわけで、まあ今日のカズマックスのコーヒーワールド、このくらいかな。セラミックフィルターろ過を、まあ、しばらく使ってみての、使用レビューでございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。